なんか最近、個人的に流行ってる遊びがあって、緑さんガチで怒らせるっていう <laughs>、なんかそういう、どこで切れるんだろうっていうのを、俺なんかちょっと、その、チキンレースみたいなのが流行ってて、マロンちゃんの前で、あ、マロンちゃんも行ったんだね。マロンちゃんも誘っていこうと思って。で、飯食ってる時に、いや、緑さん絶対 YouTube で成功しますよって言って、なんでだかと、って言われたから、いや、緑さんマジで、今存在する YouTube って何人やってるかわかんないですけど、みどりさん 一番 IQ 低いから、それガチの障害者って YouTuber にいないと思うんですね。つ <laughs> っ,ったら、お加藤、そうだなってつってた。全然怒んなかったちょっと怒るんじゃねえかっていう。いや、マジで、あれですよ、ミュさん、マジ一番っすよつって。ニコニコしてたわ。モコがクソ苦笑いした、それで。<laughs> 加藤さんマジっすかみたいな顔して <laughs> あいつの苦笑い久々に見た俺もちょっとやりすぎだなってだからこれ今放送に載せることによって懺悔とさせてくれみんなの前で俺謝るわすいませんでした人として良くないことをした好きなんだよ俺は好きなんだけどやっぱちょっとなんか好きな女の子のスカートめくっちゃうみたいな <laughs> もっと攻めて <laughs> もっと攻めてよかったからマロンちゃんの前で「ああお前あれでどうよいか払ってるよ」<laughs> みたいな感じでさ <laughs>「お前もよくこんなコブ付きの男と付き合う気になったな」みたいなそれぐらいちょっと攻めてみるわじゃあ次もしかしたら縁切られるかもしんないけど俺はそれでいいと思ってる攻 <laughs> めずして尖らずしてやはり良くないと思うんだ生主たるもの 尖らずしては生きていけないと思う。<laughs> 養育の話 <laughs> やっぱね、していかなきゃいけないと思うんだよな、俺は。先発をボロクソよでもなんか、放送載ってないじゃん。だからなんか、それはちょっと違うかなって。純ちゃんって緑本気で怒らせたことあるのあの人怒んないんじゃないかな、多分。怒んないんじゃないの いちいち。まあ、冗談っすよみたいな空気出すからな、俺が。先発かわいそうすぎ。確かに緑さんに置き換えると、先発かわいそうだ先発まだ喋れないぞ。いよいよネタにできないからやめてくんないもう5歳じゃん。うちの甥いっ子、え、英語喋れるんだけどね。<laughs> 言っといて、あ加藤の甥いっ子、英語喋れるらしいよ、つって。英語喋り始めてるんだけど。日本語だけじゃなくて。 そんななペペラペラじゃないよ最近なんかそういうコースがあるらしくてみどりさんのオープンレック一時期めっちゃ荒らしてたわお前は子供を何人おろせば気が済むんだみたいなあの時のタイムシフト残ってねえからコメント付きで「まみこの世紀はお前のせいでぐしゃぐしゃだ」みたいなコメントしてたわ それで、堕胎の動画のリンクあって、それで、ぴょんつって。お前がマミコにした、事実を思い知れ、みたいな。クソ連闘してたわ、あの時。なんで、あんなことしてたんだろう。気の迷いだな、一種の。俺。